一同礼豊田自動車は午前10時半から愛知県豊田市の本社で入社式を行いました式には真新しい作業服を身にまとったおよそ1500人の新入社員が出席し佐藤浩二社長が激励の言葉を送りましたようこそ人の熱量こそがもっといい車を作り車の未来を変えていく 原動力になると思っていますようこそトヨタへ一緒に車の未来を変えていきましょう新入社員たちは研修期間を経て今月下旬からそれぞれの職場に配属されます